皆さん、こんにちは。ひろきです。いただきまーす。お、いい音。うん、あー、美味しい。もう21時ですね。夜ですね。はい。皆さん、どうお過ごしですか？ね、今日はいい日でしたか？今日は暖かかったですね、東京は。はい。あんまり外出てないですけど、僕は。さてさてさて、今日はですね、前から変なメールマガジンだな、このメールマガジンは、と思いながら購読しているものがあるので、それを紹介します。メールマガジン配信システムのマグマグってご存知ですか？皆さん。マグマグ。大阪に確かある会社で、上場もしてるんですよ。はい。もう、昔はメールマガジンって言ったら、マグマグしかなかったですからね。で、そのマグマグ時代が、マグマグって人がいろんな人が発行してるできるようになってるシステムなんですけど、マグマグ自体も公式メールマガジンをいくつか発行してるんですよ。その中にバイゼムというメールマガジンがあるんですね。サブタイトル読みますよ。恋や愛、人間関係、あなたの小さな声に共感するウェブマガジン。アプリも出してるみたいです。アプリでも読めるようになってるみたいですね。あなたの小さな声に共感するウェブマガジン。ねえ、こんなことで困ったよとか、そういうことがいろいろ載ってるんでしょうね。じゃあ、記事のタイトル読んでみますね。幼い子が母親に放った絶望の一言、その原因になった義母のありえない行動とは。これ、小さな声なんですか？次いきますよ。正直もうダメだな。離婚後に周囲から敬遠され孤立してしまう人の特徴。何なんですかこれは。なぜ自分より年収が高い人が見つからないの？婚活中の大人女子が陥る罠。次、4800万円の住宅ローンをペアで組んだ世帯年収750万円夫婦が直面した厳しい現実。次、業務スーパーマニアも大絶賛。美味しすぎてこれ以外いらないと子供が喜んだ冷凍食品。次、月に2回職場の部下とホテルへ。男の不倫はなぜ妻にバレなかったのか。次、パターンを変えて刺激する。マンネリ中の彼氏から求められる女になる方法。夫婦円満の秘訣かも。夫たちが結婚できて幸せと感じる妻にかけられたい言葉。次、嘘の食欲を見抜いて制限。
お正月太りの原因と解消のコツ。次、娘の初お泊まり、経験して気づいた子離れの絶好のタイミング。次、猫背の人に金持ちはいない？人気風水師が教える姿勢と運の関係。次、起きた瞬間にわかる今日の運。運がいい日、悪い日の目覚め方は？最後の記事です。いい子の殻は脱ぎ捨てて、ミドルエイジの恋愛クライシス克服法。これ本当にマグマグの公式マガジンなんですか？大丈夫なんでしょうか？これ子供読んでいいんですか？大丈夫ですか？ちょっと。もう僕びっくりするんですよね。このバイゼムっていうメールが来るたびに。タイトルがすごいと思って。で、結構面白いんですよね。面白いから続いてるんですよね、多分ね。はい。いや、すごいですよ。あ、ランキングも載ってますね。ランキングに載ってるのもひどいですよ、これ。もう読むのがちょっと辛くなってくる。はい、もうこの辺にしときます。お腹いっぱいです。はい、2つの意味で。はい、それでは皆さん良い週末を。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。